ドラゴンクエストシリーズは1986年5月27日に発売されたドラゴンクエストを第一作とする日本製コンピュータ RPG のシリーズ作品。主にゲームデザイナーの堀ー二を中心として制作されスクウェアエニックスが発売している。2020年3月時点で全シリーズ累計出荷数と配信数は8200万本を超える。 ドラゴンクエストというタイトルは、堀井が劇画孫塾時代に小池和夫から学んだ印象的なタイトルを作るには、優しい言葉と難しい言葉の組み合わせがいい、多行を濁音に変えると印象が残りやすいという教えをもとに作られた。略称はドラクエ。また、シリーズ内のほぼ全作品のタイトルロゴ等で、英字表記のドラゴンクエストが使われているが、その頭文字を取った。 DQ も略称として用いられる。第1作ドラゴンクエストから4まではファミリーコンピュータ V と6はスーパーファミコンソフトとして発売された。セブンはプレイステーションでの発売となり以降プレイステーション2、ニンテンドー DS、Wii、プレイステーション4、ニンテンドー 3DS 制作発表時に最もポピュラーなゲーム機用ソフトとして開発。 制作されている。ナンバリングタイトルと呼ばれる本編作品のほか、RPG 以外のジャンルでのスピンオフ作品や番外編も数多く作られ、その多くもシリーズ化している。旧作は、その時代ごとの主流の末置きハードや、携帯ゲーム機用ソフト、携帯電話ゲームなどで、たびたびリメイクや移植がなされている。2014年6月、最も長く続いている日本の RPG で、 ギネスブックに掲載された。モバイルに関しては NTT ドコモを主軸にしており、クラウドゲーム版、X やコラボレーション形態などで連携を強めている。ドコモが iPhone を扱うようになった後は、iOS、Android の両プラットフォームでリメイク版やアプリゲームをリリースしている。1989年に NES 用ソフトとして北米進出を果たし、 4まで発売されたものの V6 がリリースされず約10年近くのブランクが開いた後2001年にプレイステーションでセブンが出るという現象が起きている。米国にすでに同名のテーブルトーク RPG ドレアガンクエストが存在していたため商標上の問題でセブンまではドラゴンウォーリアーというタイトルで発売されていた。 2003年10月にこの問題は解決され、A と以降の作品はドラゴンクエストのタイトルとなった。米国市場では RPG がさほど人気のあるジャンルではないという事情に加え、シリーズの肝であるホリー説とも呼ばれるセリフ回しの絶妙さが翻訳の過程で消えてしまうために、単に難易度の低い日本の RPG とみなされて大きなヒットはなかった。しかし、 2005年に A トにてキャラクターボイスに世界中の生ったアクセントの英語を当てることにより注目され、翌2006年には本シリーズが発売されたことのなかったヨーロッパでも A トが発売され、海外だけで累計100万本以上を売り上げた。また、任天堂が海外での販売を担当した第9作9も100万本を突破している。 旧作の日本国外向け作品中では、キャラクター名や十字架など、特定の宗教を連想させる表現などが大幅に変更されていたが、近年の作品では、日本国外版へのローカライズを前提に、日本国内版開発時から図案のデザインに対する配慮が行われている。2016年には中国で、Windows 版、勇者と X がリリースされた。中国で、 ドラクエシリーズがリリースされたのは本作が初。中国版限定のアイテムもあり、日本版に逆輸入される現象も起きている。機種、ロトシリーズ、天空シリーズ、セブン、エイト、ナイン。基本的には、それぞれが過去作とのつながりはない単独作品となっているが、一部、旧作との関連が示唆されている作品も存在する。X、エ12。 トルネコの大冒険シリーズ入るたびに構造の変わる不思議のダンジョンを舞台にしたロングライク RPG。1993年に頬の登場人物トルネコを主役にした第一作がヒットしたためシリーズ化された。2006年にはエイトの登場人物ヤンガスを主役にした作品も登場した。モンスターズシリーズドラゴンクエストシリーズに登場するモンスターを捕獲し、 育成、配合しながら、冒険を行う、モンスター育成 RPG。ナンバリングタイトルのパロディ的な要素を含んでいる、タイトルもある。いただき、ストリートシリーズホリーユージが、ゲームデザインを手掛けるボードゲーム、いただき、ストリートに、ドラゴンクエストシリーズのキャラクターが客演。歩くんです。シリーズマン系機能を搭載した、たまごっち風系ゲーム機。スライムが成長していく。 スライムモリモリ、シリーズスライムを操作して仲間を助けていくアクションアドベンチャーゲームバトルロードシリーズエイトに登場したモンスターバトルロードを舞台にしたトレーディングカードアーケードゲーム稼働終了直前カードの意味がなくならないようにウィーに移植されたダシーウェアで専用のスキャナーを使えばカードを転用できるバトルスキャナースキャンバトラーズは バトルロードの流れを組む作品。今作はチケットを使用する。ヒーローズシリーズリアルタイムのアクション操作によって戦ってゆくアクション RPG。4のアリーナやクリフト、6のテリー、8のゼシカなど歴代シリーズの仲間キャラクターたちが登場し、個々に切り替えながら操作できる。ドラゴンクエスト30周年の記念作品となるヒーローズ2では、 オンラインでのマルチプレイにも対応。ゲームシリーズ作品群では、セロ審査チェック異例の B 指定に区分された。ビルダーズシリーズドラクへの RPG 要素に、建物や街を作るサンドボックス要素を追加した、ブロックメイク RPG。主人公は、ものづくりの力を持つビルダーである。ライバルズシリーズ基本プレイ無料の、対戦型デジタルカードゲーム。 異なるプラットフォーム間であってもデータ連携が可能。大の大冒険、シリーズ漫画作品である、ドラゴンクエスト大の大冒険を題材にしたゲーム作品。その他の派生作品、剣心とソードは実際に剣を振る操作を行う体感型ゲーム。ウォーズは戦略シミュレーション。シアトリズムは音楽ゲーム。VR は体感型の VR アクティビティで戦士。 僧侶、魔法使いでパーティーを組んで冒険する。製品タイトルと同一の内容のものは、それぞれの項に適載。フィーチャーフォンスマートフォン、8と DS 版、4、V、6では、北米版と欧州版のタイトルを併記。ナンバリングのないものが、欧州版のタイトル。セブンより、以前の作品は、ドラゴンウォーリアー。それ以降は、ドラゴンクエスト名義で発売されている。 ドラゴンクエストシリーズの各作品の発売および対応ハードウェアの発売年との関連を数に示した。なお、ここでの発売年は日本でのものであり、インはその後日本国外でも発売されたもの。判例開発にあたっては QNX はプロデュースのみを行い、実際のソフト制作作業は他メーカーに委託していた。QNX は主に財務上の戦略から自社内に 開発要因を持たなかったため、こういった委託は本シリーズに限らず、同社から発売されたタイトルでは、一般的な形態であった。スクウェアイニックス発足後は、自社内に開発要因を抱えることになったため、このような状況に変化が生じ、ナインでは引き続き外部委託が行われたが、プランナーは自社要因でまかなわれた。X ではシリーズで、初めて自社内で、プログラムや、 グラフィックも含めて内政となった。くしでもコアスタッフは社内で賄われているが外部協力会社の協力も仰いでいる。なお派生タイトルなどは引き続き外部委託が基本であるがビルダーズのように企画の経緯から内政となる場合もある。エニックスのプロデューサー仙台幸信は1985年にドアドアでファミコン参入後パソコンで発売されていた。 ホリーユージのアドベンチャーゲーム作品、ポートピア連続殺人事件のファミコンへの移植を決め、ホリーとチュンソフトのプログラマー中村光一に移植作業を依頼する。ホリーと中村は、1983年のエニックスの第一回ゲームホビープログラムコンテストの受賞式で知り合った中でもあり、制作中に意気投合し、パソコンで流行していた RPG について、 熱く語り合う中になっていった。この際に、ファミコンでの RPG の制作が可能となる重要なアイディア、復活の呪文の構想が生まれ、RPG 制作の前準備として、ファミコンユーザーにコマンド入力に慣れてもらうため、同作の PC 版は文章入力方式だったが、一転しコマンド入力式に切り替えた。 この一色作業がホリーと中村にとって楽しいものであったことから、二人はこの組み合わせでの仕事をもっとやりたがり、ホリーはセンダにファミコンでの RPG の制作を提案する。当時のファミコンはシューティングゲームアクションゲームが主流であり RPG は皆無だったため、エニックス社内では反対の声もあったが、最終的にセンダがゴーサインを出し、 ファミコン初の本格的 RPG の開発、制作が始まった。二人が熱中したパソコンの RPG の強い影響下に少数のスタッフで開発、制作が行われた。基本構造は、ウルティマ型のフィールドと、ウィザードリー型の戦闘システムだが、当時はビジネス用のソフトにしか使われていなかった、マルチウィンドウを導入することで独自色を打ち出した。なお、ホリーは、 ジャンプのゲーム紹介記事、ファミコン神剣の連載と、並行しながらをドラクエを制作していた。同記事で、RPG の面白さを説明しつつ、最終的に自分が RPG を出したことに関して、後に、今で言うとステマとも術解している。なお、ファミコン神剣のスタッフは、同志の読者コーナー、ジャンプ放送局の主要スタッフが兼任しており、初作のロゴデザインは、 ジャンプ放送局の江本和夫が手掛けた。また、土井高之も漫画やイラストなどを描いている。堀井が仕事仲間でもあり、週刊少年ジャンプでドラゴンボールを担当していた編集社長、島和彦に相談を持ちかけた際、鳥島の提案により、キャラクターデザインとして鳥山明を起用することが決まった。鳥島は鳥山明が、 ポートピア連続殺人事件に興味を持っており、ゲームの仕事をやりたがっているという嘘をついた。鳥山と堀井との対談によれば、ゲームの仕事をやりたがっているという発言は騙しであり、自身はゲームに関しては点で無知だったと、鳥山は語っている。鳥島の騙しの意図は明らかではないが、この決定により、ドラゴンクエストは週刊少年ジャンプと蜜月関係となり、 同市上で開発中のドラゴンクエストの画像を初披露する体制が取られることになった。この体制はエニックスが1991年に月刊少年ガンガンを創刊した以降も変わっていない。一旦完成に近づいたものの内部スタッフが作った BGM がずっと効いていると飽きてしまうという事態が発生。そこに急遽ゲーム好きが講じてエニックスとつながりができていた。 作曲家の杉山孝一が参加し、聞き減りのしないを音楽という方針の下、1一週間で楽曲を制作した。なお、仙台幸信は、鳥山や杉山を引き入れた理由について、プロを入れたかったとしている。堀井雄二、中村孝一、鳥山明、杉山孝一らの手によって、ドラゴンクエストは完成し、1986年5月に発売された。 当初は売り上げがかんばしくなかったが、完成直後からドラゴンクエスト2悪量の神々の制作に取り掛かっている。なお、1話、口コミによりじわじわと売れ始め、最終的に150万本を売り上げるヒット作品となった。ファミコン時代は容量との戦いでもあり、徹底的な容量削減のため、数多くの企画、演出がなくなくカットされることになった。 また、作数を重ねるたびに、スタッフが激増するなど、制作環境が大幅に変わり、それらに伴い、プログラマ間でのいさかいが絶えなくなってしまったことから、中村光一は、プログラマの仲裁や管理をする、ディレクター作業がメインになり、スーパーファミコンで発売された V を最後に、割に合わなくなったとして、春ソフトごと開発から手を引くことになった。v Six。 セブンはチュンソフトの大社組による三名学率いるハートビートが担当。A とナインはダーククロニクルに惚れ込んだホリーの依頼によりレベル5が担当。X では初めて自社での開発となっている。これはネットワーク対応ということでインフラ構築などの運営の都合上から内製の方が好ましいと判断されたためである。なお、オルカなど 外部の開発会社の協力は得ている。シリーズが進むにつれ容量の問題はメディアの進化により解決するようになったが、それに伴い開発期間が長期間化するようになっている。ドラゴンクエストシリーズはプレイヤー自身がゲームの主人公になりきり、ゲーム内の世界の出来事を体験することが一貫して主なコンセプトとなっており、プレイヤーが主人公に 感情移入することを妨げないようにするため、主人公はわずかな例外を除いて言葉を発しない。はい、いいえの選択を強制される場面が数多くあるが、文脈的におかしい場面でもこの選択肢が出ることが多々ある。この設定は、任天堂ン製作のポケットモンスターなどでも使われており、現在でも国内 RPG などの定番となっている。ソードや、 海外版および 3DS 版8では主人公以外のキャラクターにボイスが採用されるなどのシリーズの会話テキストは作品を追うごとに増える傾向にありヒーローズでは初めて主人公にもボイスが実装されたその一方ヒーローズに歴代主人公は登場するのかという問いに対してホリーはプレイヤー自身でもある主人公達が 新たに声を得て登場するのは違和感があると述べている。X などのプレイヤーキャラクターの移り変わりがある作品においては対象キャラが非操作状態時では喋ることがあるが操作状態となった途端に喋らなくなる。第一作制作時、初めて RPG に触れるユーザーに対してユーザーが参考材料にするであろう。海外の RPG はハードルが高すぎるという判断から オリー自らファミコン神剣で RPG というゲームの説明をするなど、間口を広げる方針を取った。これはシリーズ全体の方針ともなり、実際に第1作から3までの通称、ロト3部作はファミコンで初めて RPG に触れるユーザーに対して RPG の面白さ、奥深さを理解してもらえるように、 実際にプレイしながら RPG のリテラシーを習得できるように意識して作られている。ロトシリーズ以降もこの方針は貫かれ、方制作後には今さら方針を変えることもないだろうと判断したこと、万人向けに作っているため、難しすぎる謎は全部没にしていることを表明している。X でオンライン化が決まった際にもいかに敷居を低くするかが最初のテーマになっている。 ホリーユージのフリーライター時代の経験を生かしたと言われる端的に物事を表現しつつもどことなくユーモラスな感じのするセリフ回しやネーミングセンスは時にホリー説とも呼ばれドラゴンクエストシリーズ全体の世界観を印象付けている名古屋ミノル洋は辞書、ゲームや人生名古屋部芸帳でおとぎ話を読んでいるような感覚とも表現しているドラゴンボールのギャグ パフパフをシリーズ全編にわたって使用しているのも特徴でファミコン時代容量不足で困っていた時代にもこれを削らずに通した。ちなみに無料のパフパフは相手が親父だったり女装であったりなどのオチが採用されていたりもする。V までのチュンソフト時代、四角面での演出はほぼチュンソフトに任されていた。ルーラーで飛ぶ演出はプログラマ同士のおしゃべりから生まれたものである。 4ではファミコンでは実現不可能と目されていた表現を多数披露。当時スーパーファミコンの売りの一つであった機能をファミコン上でさりげなく行うなどしている。当時、中村光一は技術は表現のための手段という方針を貫き、技術を前面に出した勘違い作品を作らないように苦心していると語っている。なお、セブンではハートビートの3名学が ロード時間短縮という独自技術を開発した。鳥山明、シリーズのキャラクターデザイン漫画家、鳥山明によるキャラクターデザインは、堀井祐治によるラフエに基づいて描いたものであるが、堀井のラフエと全く異なる場合も少なくなく、特にドラゴンクエストの象徴的モンスターとも言えるスライムは、堀井のラフエが一般的なスライムだったのに対し、鳥山はこれを、 水滴型のものとしてデザインし、これが採用された。なお、ホリーのラフエは、すべてが、ホリーのアイデアというわけではなく、2では、宮岡博士が関わっている。また、V 以降は一部のキャラクターデザインモンスターデザインに、中鶴勝幸らとのスタッフが参加している。鳥山のデザインに関しての内部評価は、鳥山以外の漫画家を起用していたらおそらく、その漫画家のキャラ芸になっていた。 鳥山のデザインだからこそ、ドラクエの世界観が成り立っているというものである。杉山孝一、主な作曲者ドラゴンクエストシリーズは、楽曲の美しさ、多彩さでも知られる。杉山孝一作曲による音楽は、ゲーム中で何度も聴かざるを得ない、音楽ゆえに何度聴いても飽きない、聞き減りのしない音楽を作るというポリシーに基づいて、制作されている。また、 ファミコン時代の使えるトラックが少ない時代での制作体制を経ていることからシンプルであることをモットーにしている。なお、テストプレイをして世界観を把握してから楽曲制作に入るのを常としており、ソードは当初は杉山孝一が楽曲を担当する予定だったが、恒例によりテストプレイができないことを理由に担当を辞退している。ゲーム音楽ということもあり、 企画物以外で楽曲をカバーされることは少ないが、1987年に政治家の愛知和夫が、この道はが旅、2000年に高中正義が、大空を飛ぶを真面目にカバーしている。ドラゴンクエストシリーズでは、主人公はプレイヤーの分身という位置づけとなっている。このため、主人公にデフォルトの名前設定は存在せず、名前はゲーム開始時に、 プレイヤー自身が自分でつける。3,4,9,X では性別も選択できるほか、9,X では外見も詳細に設定できるようになった。主人公とその仲間がパーティーを組んでモンスターを倒しながら世界を冒険する。パーティーの人数は、第一作は1人、2は最大3人、3,7,8と9は最大4人である。 V6、クシーでは、最大で10人、または8人のパーティーを組むことができるが、戦闘に参加できる、上限人数は3人、または4人である。X は、基本は4人までだが、クエストによっては、パーティー2つが同盟を組んだり、NPC を加えた5人で戦うことがある。最終的には、世界の平和を脅かす敵の親玉と決戦する。移動画面では、 主人公たちを動かし、目的地へと移動する。移動の途中にコマンドウィンドウを開くことにより、人と、話す、足元や目の前のものを、調べる、道具や、呪文を使用する、強さでステータスを見る、作戦で、作戦や設定を変更する、などといったことができる。スーパーファミコン以降の作品では、便利ボタンが導入され、話す、調べるが、ボタン一つで可能となっている。 マップによっては移動中に敵モンスターとの戦闘が発生することがある。エトまでの作品では一部の例外を除き移動画面で敵の姿が見えず移動中に突然画面が切り替わり戦闘が始まるランダムエンカウントシステムである。モンスターズジョーカーや9、X、クシートリメイク版、7、8ではマップ上を徘徊するモンスターに接触すると戦闘が 始まるシンボルエンカウントシステムを採用している。主人公たちが移動する空間は世界地図の形をしたフィールドマップと城、町、村、祠ダンジョンとに分けられる。プレイヤーキャラクターと敵キャラクターとの戦闘はターンと呼ばれる区切りの中で自軍、敵軍の各キャラクターが一回ずつ行動していく、いわゆるターン制。第一作は1対1。 それ以外の作品では敵側、プレイヤー側とも一体から複数のキャラクターが参加する。プレイヤーキャラクターの行動は基本的にコマンド選択により命令を与えることによって決定する。プレイヤー側全員の行動が決定した時点で1ターンが始まり、そして敵かプレイヤー側のどちらかが全滅するまでターンが繰り返される。敵が倒されるか逃げ出して、 敵全員がいなくなると、プレイヤー側の勝利となり、倒した敵の分の経験値と、ゴールドが得られる。逃げた敵の分は手に入らない。さらに、2以降は確率によって、敵の所持アイテムを入手できることもある。プレイヤーキャラクターが全員倒されれば、全滅となり、所持金が半分となり、前回セーブした場所に戻されるが、 ゲームオーバーとはならず、全滅時点での状態のままプレイを続けることができる。一部のイベントで登場するボスキャラクターにおいては、必ず全滅し、全滅後もそのままストーリーが進行する場合がある。場合によっては、プレイヤー側のキャラクターがまだ生き残っていても、全滅扱いになることもある。敵から逃げることに成功した場合も戦闘終了となるが、この場合は何も得られない。 4以降の作品と携帯アプリ版のリメイク3では主人公を除くキャラクターにあらかじめ作戦を与えておくことによりコンピュータが AI によって各自の行動を自動的に決定する。オリジナル版の4、V、6ではパーティ全体に7以降及び3、4、V、6のリメイク版ではキャラクターごとに設定する。 リアルタイムで適切な行動を取ることなどが強みだが、必ずしも望んだような最適な行動をするとは、限らない。本シリーズの戦闘画面は、セブン以前では、画面内にプレイヤーキャラクターの姿は映らず、現れた敵キャラクターの姿のみが映し出される。ただし、エイト以降では、3D 化に伴い、プレイヤーキャラクターの姿も映し出されるようになった。 X では戦闘中に自由な移動が可能であり、敵のブレスや範囲攻撃魔法を離れて回避したり、敵キャラクターを押すこともできる。敵を倒すことによって得られる、経験値が一定値に達することによって、キャラクターのレベルが一段階上昇し、それと同時に、キャラクターのステータスも上昇する。また、所定のレベルになると、呪文や特技を新たに覚える。得られる、経験値は、 基本的に強い敵ほど多く、また、主人公側のレベルの数値が高くなるほど、レベルアップに必要な経験値も多くなっていく。その他、6、7では、職業熟練度、8以降では、スキルといった成長システムもある。ステータスキャラクターのステータスには主に以下のようなものがある。これらのステータスは、レベルアップ時だけでなく、種や好みなどのアイテムの使用や、 特定の武器、防具、装飾品などの装備によって上昇させることもできる。これらのステータスはモンスターにも設定されていて、攻撃側のステータスと攻撃を受ける側のステータスの差により、ダメージポイントなどが決定される。このほか、賢さのように作品ごとに、役割の異なるステータスや、体力、運の良さ、かっこよさといった一部の作品にのみ登場するステータスがある。 ステータス異常モンスターの攻撃などによって主人公たちが以下のような異常な状態に陥る場合がある。逆に敵に対して状態異常を起こさせることも可能。呪文、特技呪文を唱えることで様々な魔法の力を行使できる。使用の際には MP を消費し、使用することによって敵へのダメージ、味方の回復、瞬間移動など様々な効果が現れる。 攻撃呪文、攻撃補助呪文、補助呪文、回復呪文、移動中専用の呪文などに分類され、3以降の作品では、系統別に整理されている。特技とは、炎や吹雪を吐く、踊りを踊る、特殊な剣技や武術などといった呪文以外の特殊行動のことを指す。特技には、MP を消費するものと、MP を消費せずに使用できるものとがある。アイテムは、 イベントで入手する、店でゴールドを払って買う、宝箱や、壺、タンス、足元を調べる、戦闘に勝利した時に、敵の落とした宝箱から、などの方法で入手することができる。入手すると、パーティーのキャラクターの持ち物にそのアイテムが加わる。不要になったアイテムは、店で売って、ゴールドに買えるか、捨てるコマンドでその場に捨てるといった方法で手放す、ことができる。ただし、 ストーリー進行に関わる重要アイテムなど、売ろうとしても店で買い取りを拒否され売ることができず、捨てようとしても捨てられないアイテムもある。また、呪いの武器防具を自由に外せない作品では、呪いの武器防具を装備している場合、それを売ったり捨てたりすることはできない。このほか使わないアイテムを預けるための預かり書や袋が登場する作品もある。本シリーズに登場するアイテムは、 主に次のように分類される。ゲーム内ではいずれも道具として総称される。シリーズは全般を通して中世、ヨーロッパファンタジー風の、いわゆる剣と魔法の世界をベースとした世界観になっている。各作品間で世界自体が異なっていても登場するアイテムや呪文体系、主要なモンスターはほぼ共通である。なお、6では2、 3の存在と同盟である、セーレールビスが登場しており、ロト3部作と、天空3部作それぞれの世界がつながりを持つ、可能性も示唆されている。さらに、リメイク版、3には、6に登場した王の名を冠する、天空城と同一構造のゼニス城が登場。8では、3の存在と同一であることをほのめかす紙取り、レティスがおり、サブゲームの闘技場には、 4のキャラクターであるライアン、トルネコも登場している。9では、宿屋にスペシャルゲストとして、歴代キャラクターが訪れるほか、歴代ボスが宝の地図のダンジョンに登場する。X では、魔法の迷宮に過去作のキャラクターやボスの一部が、登場。また、ドラゴンクエストモンスターズなどの外伝的作品では、6のキャラクターであるテリーや、7のキーファが、 ロトシリーズの世界を訪れる場面がある。外伝作品での時系列的キャラクターは、ほとんどがモンスターであり、これらは魔王の手先である。作品によっては、主人公たちの仲間となったり、現実世界においての普通の動物のような存在として描かれたりする場合もある。同種のモンスターは主に色違いにより、外見の差を表しているが、 第一作の時点で上手の身武器を持っていたりする。3D で表現されるようになってからは異なる部位のものも登場している。攻撃時にモンスターが動く作品と動かない作品がある。ドラゴンクエストシリーズにおいてメインシリーズ11作品のうち4作品以上に登場している代表的なモンスターについて解説する。同じ名前でも作品によって攻撃、 弱点特性が異なる場合がある。3の公式ガイドブックを皮切りに、公式ガイドブック、ゲームブック、小説、4コマ漫画劇場などの書籍を次々と発行。また、キーホルダーや、ぬいぐるみ、マグカップ、タオルや、ハンカチなどの小物、雑貨や、日用品、鉛筆や、サインペンなどの文房具、カードダスや、カードゲームなどの子供向け玩具、さらには、 原寸大の宝箱や1、6ロックスケールの剣といったマニアックなグッズも次々と発売された。1990年代当初はエニックスが販売していたものに関しては、それぞれシリーズというラベリングがされており、グッズはドラゴンクエストワールドグッズと呼ばれていた。1990年から1997年にかけてはグッズなどを紹介する。 ドラゴンクエストパーフェクトコレクションという書籍も年間で発行されていた。なお、エニックス以外でもドラクエの成り立ち上、週刊少年ジャンプを刊行する、集英社が出版に乗り出しており、攻略本のほか、コミカライズなどを手掛けている。コミカライズされた一部の作品は、アニメ化や映画化されるほどの人気を博し、その他にもドラクエの世界観を生かした。 オリジナルストーリーのミュージカルやバレエ、ロト三部作をベースにしたオリジナルストーリーのアクロバティックショーなどが上演された。攻略本、歩き方シリーズ CB、S プロジェクト編、q エニックススクウェア・エニックス間。戦闘やサブゲーム、モンスター分布、アイテム、街の人や登場人物、セリフなどゲーム中の様々なものを徹底検証、解析した。 結果のレポートが書かれている。道草、冒険ガイドシリーズスクウェアエニックス館。小説9、エニックスおよびスクウェアエニックス館。各、ゲームソフトのストーリーに基づいた小説作品。第1作から、セブンまで。第1作、3は、著高屋敷秀夫、4、6、精霊ルビス伝説は、著久美沙織セブ7は、著ょ、ドモンヒロ トルネコの大冒険も小説化されており、著、トマト秋塚本由美子。ゲームに登場したキャラクターやモンスター、アイテムに関するゲーム本編では語られなかったエピソードが綴られている。映画のストーリーに基づいたノベライズ作品。ドラゴンクエストユアストーリーはダッシュ X 文庫版、未来文庫版ともに、原作、ホリーユージ、脚本、山崎隆。 宮本深司令。ゲームブック各ゲームソフトのストーリーに基づいたゲームブック。二馬車発売のものと旧エニックス発売のものがある。キャラクターブックイラスト集絵本その他の書籍本シリーズ。各作品のゲーム内容を元ネタとした複数の作家による4コマ漫画アンソロジー。同シリーズからは江藤博之、柴田亜美などが人気作家になっている。 一般読者から募集した4コマクラブ会員からの投稿作品を集めた番外編も存在し、その中から多数の漫画家を輩出している。月刊少年ガンガンでガンガン編も連載、また姉妹版として 1P コミック劇場が月刊少年ギャグ王で連載され、いずれも単行本化されている。4コマ漫画劇場シリーズは1990年から2005年まで発行され続け、 総関数は100冊を超えた。2005年を最後にドラゴンクエストシリーズの4コマは途絶えていたが、2009年に4年ぶりに9の4コマ劇場が発行されたほか、2013年から2014年にかけて X の4コマ劇場がヤングガンガンとガンガンオンラインにて連載された。4と6の2タイトル以外は作品単体での4コマ漫画劇場が発行されている。 かつて下記の一部はカセットテープ LP 版 MD でもリリースされていたサウンドトラックソング CD ドラゴンクエストの音楽に歌詞をつけて歌ったものドラマ CD 各ゲームソフトのストーリーに基づいて音声ドラマ化したもの第1作から6とトルネコの大冒険が発売されているドラゴンクエスト記念碑ありがとうございます